はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、またね、ミニチュアボトルでございます。バカルディの8。8年。バカルディ、まあ、ラムですね。ラム酒。バカルディ社の、ラムの8年熟成の、ものです。はい。アルコール度数40度。ミニチュアボトルの、50ml。のものです。原産国がバハマ。聞いたことないですね。バハマ。バハマという国らしいです。へぇ。バカルディ8。まあね、以前からちょっと、まあ気にはなってたんで、バカルディのね、ラム酒で8年熟成。まあ、どうなんですかね。まあ、ラムっていうのはどれぐらい熟成させるのかわかんないんですけど。バカルディ8。で、ググってみましょうか。まあ、ラム酒は結構、俺が今まで飲んできたラム酒で一番うまいなと思ったのは、バカルディのホワイトと、ホワイトもうまかったんだよね。あとあれですね。マイヤーズのダークラムもうまかったね。バカルディ8。これがフルボトルだと、2000円ちょいするみたいです。だからこれ多分500円ぐらいで買ったんじゃないかなと予想されます。400円ぐらいかな。ね。まあ、バカルディの、ちょっと、サイトで、見てみましょう。8年熟成の高級ダークラム。あ、これはダークラムに分類されるみたいですね。まあ、8年熟成だからそうなのか。バカルディ。俺ちなみにバカルディの、最近買ったのがこれですね。最近まあ紹介しましたけど、バカルディの151。これが 75.5 度。というクソ強い。ね、ラム酒ですが。まあこれも非常にうまかったね。ということで、その優雅な味わいはストレートオンザロックで、9番シガーとの相性も最高と。9番シガーってのは何なのかわかんないんですが。まあ、バカルディ俺ブラック飲んだことあんだっけ？ちょっと、バカルディブラックってのがあるんですよね。これ飲んだことあったかな？ あった気がする。てか持ってる気がするけど、どこ行ったかな？多分どっかにあるわ。多分どっかにあるんですけど、多分バカルディのブラックも飲んだことあるんですけど、これも一応熟成に時間をかけたやつみたいですね。ですがやっぱり、バカルディ8が、バカルディ社では多分最も熟成期間を、ね、してるものだとは思います。うん。値段的にも多分一番高い、んじゃないでしょうか。バカルディ151も高いけどね。うん。多分、まあバカルディ151はまあ、うん。度数的な意味でちょっと高いんでしょうけどね。だからバカルディ社のラムでは最高に高級、一番高級なラムと。ラム酒ということになります。それでは乾杯。うん。ああ、これあれだわ。あの、マイヤーズのダークラムに非常に香りが似てる。ああ、そういう意味でやっぱ、マイヤーズのダークラムも非常に美味しいよな。あれな。うん、すごい、華やかな。あの、いい、ね、香りがします。
これは確かにバカルディのゴールドとかホワイトとは違う味が、やっぱりしますね。ちょっと、なんか、ちょっと、ウイスキーのような、もしくは、なんだ、なんだ、ブランデーのような。いや、どちらかというとウイスキーに近い、ですね。うん。ウイスキーっぽい。いや、でも結構甘いんで、ブランデーにも近いかな。このなんか、どうなんだろう。ちょっとわかんないけど。まあ、確かに、どう考えても、バカルディの、ホワイトとかに比べるとどう見ても違う味がします。あれ、俺バカルディブラックって持ってたんだっけな。なんか昔飲んだ記憶があるんだけど。あれ、俺どこ行ったっけ？俺買ってなかったっけな。あれ見たところホワイトとゴールドしかねえんだけど。あれ？ちょっと俺後で確認しとこう。俺の動画ちょっと確認して。ブラック買った記憶があるんだけど。違ったかな？あれ？いや、全部飲んだという可能性も。全部飲んだな、さては。全部飲んだかもしんない。うますぎて。多分うますぎて、コークハイで、キューバリブレにして全部飲んだな。下手すれば。うん、飲んだ記憶あるもんだって俺。確か俺、割と今年あたり飲んだ記憶あるもんな。ようつべで、バカルディブラックで。あ、こっちは、いや、多分飲んだな。飲んだことあるけど、多分、俺、全部飲んだわ、多分。ようつべでバカルディブラックでググってみる。あ、やっぱり飲んでる。ようつべに上がってますね。パート487で飲んでます。ね。あれでもおすすめ度が3になってる。あれ大して美味しくなかったのか。でもにしてもあれ全部飲んでるな。俺、あまあいいや。うん、これ美味しいですよ。うん。甘さもちょうどよく。それでいてこのほろ苦さというより、なんか、コクというか、香りというか、ウイスキーのような、ちょっと、ね、年数の経った、この、なんか、ね、わかるだろ？大体。うん。いわゆるホワイトはすげえ、俺の大好きなホワイトも、あれはほら、すごいスッキリしてて、いわゆる、ね、コクがないんだけど、逆にスッキリしてるからうまいみたいな、感じなんですよ。で、こっちは真逆で、うん。ね。こう、コクがあって、重厚で、香りも、
ちょっとまあ、いわゆる、なんか、甘ったるいみたいな感じの、すっきりしてなくて、ちょっと、ね。うん。こう、なんかそういう部類の。うん。これはタバコに合うね。これはタバコに合うわ。やはり、葉巻に合うわ。ね。これは美味しい。ね。これはね、バカルディ8ミニチュア。これいくらしたっけな？あ、安い！アマゾンで見たら259円だって。安いね。あ、やっぱそんな高くないんだ。うん。これは買って正解だったね。多分300円ぐらいで俺も買ったとは思います。まあ、50ml ですから、フルボトルで2000円だったとしても、750ml で2000円ってことは、うん。まあ、単純計算、13分の1ですから、容量13分の1にして、まあ、ね。まあ、それで、まあ、あれでいろいろ考えても、まあ、300円ぐらいが妥当かな。ああ。うん。楽天市場で見ると、やっぱ258円になってますね。まあ、送料別ですけど。まあ、楽天市場は大体ちょっと安いんで。異常なほど安いパターンがあるんで。まあ、それを考えても300円ぐらいで売ってたという感じでしょうか。うん。これはおすすめですね。うん。やはりバカルディ社の最高級、最も高いラム酒は。ね、300円でね。飲める、うん。ね。と思われます。まあ、ただあんま売ってないからね、ミニチュアボトルね。うん。まあ仕方ないっちゃ仕方ないけど。これは。うん。これは水割りにするにはもったいない。確かに。言う通り。ね。ストレートかロックで飲むべき。うん。多分ここまで香りが強いもんだと、ね、ロックにしちゃうと香りが、弱くなる恐れが多分ありますから、俺個人的にストレートの方がうまいと思うね。うん。せっかくの香りが台無しです。うん。ね。ミニチュアボトルやっぱり、こう、ね、ちょこっと飲んで、まあ割と 50ml って意外と、まあ意外と飲める。うん。少なくともストレートだったら、かなり飲める。かなり満足すると思います。うん。それでいて、こう、試し飲みにして、まずかったらまあそれはもう二度と飲まなければいいだけの話。ね。うまければフルボトルを買えばいい。というこの選択肢。が広がるんで、うん、非常によろしいね。で関係ないんですが、ちょっとね最近ねちょっとニコニコ動画にねテストで
前回の動画上げたんですけど、ね、竹鶴ピアモルトのね、上げたんですが、なんか、マイリストがね、4もいただいて、まあ、実際3か。3もいただきまして、しかもね、カテゴリの総合順位が299位、ね、いただきまして。あら!これはもしかしてまた、ヨウツベからね、もしかしてニコニコに、いや、これでね、ゴミみたいなあれだったら、まあ、やっぱり、ヨウツベ上げておこうかなと思ったんですけど、まあ、実験としてね、ちょっとニコニコに上げてみたら、あれ?案外コメントも8来てるし、ね。あれ?思った以上荒らされてないし、思った以上というか全然荒らされてないし、うん。あらららら、と。これはヨウツベから、ニコニコに、ね。まあ実際のところまあどっちも上げればいい話なんですけどね。どっちも上げられますからね。うん。再生数もまあ100超えてますしね。1日で100超えてますから。ヨウツベだと1週間でも50ぐらいしかいかないからね。1日50いって、次からもう一切伸びないパターンなんですよ。ヨウツベにあげると。ただその代わり、まあいわゆるこちらでいう、ヨウツベでいうマイリストみたいな、マイチャンネルの登録数が、今290人いってます。チャンネル登録数。ね。これがね、非常にもう290もいってて、すごい。無駄にすごいことになってて。で、それだけやっぱり、見てくれてる人がいるっていう、ね、ことにつながりますから。うん。まあ、今度からちょくちょく、頃合い見てちょっと、ね、ニコニコの方にも、同時に上げていこうかなと、思ってます。うん。まあ、ね。まあ、そこら辺はまあ、まあ、俺の適当な、ね。あれで、うん。やっていきますけど。うん。うん。あ、でも結構伸びてるわ。あら。伸びてるやつ伸びてる。主にウイスキーが伸びてるね、ヨウツベだとね。ヨウツベだと、まあ、伸びてるって言ってもあれか。約1ヶ月前ぐらいの動画で、300再生ぐらいいってるのは、もうあるけど、まあ、大体、200以下ですね。100以下もありますし。そう考えると再生数的にはもうどう考えても、ニコニコの方が多い。のは間違いないんですけど。まあ、あくまでチャンネル数ということを考えると、ヨウツベに上げるのも、まあ、あながち間違いでもない。ね、約300人の人が俺の、チャンネルに参加してくれてるんで、まあ、その人たちが、主に、ね、視聴してくださってるということになります。うん。ね。うん、バカルティ8。これ 50ml だけど、結構ストレートで全部飲むのに結構、結構あるわ。これ結構あるわ。うん。ちょっとここら辺で無駄な雑談が、あれなんで、切り上げよう。結構あるな。結構あるんで、ちょっと、やりきれない。そこまでちょっと全部 50ml 結構量ある。案外。ね。案外。あ。ただ売ってるとこが少ないですからね、確かに。うん。コクが、うん。
甘みも結構ある。香りもある。うん。これはおすすめ。多分、バカルディ社で、ね、ホワイトラムに続く、うまい、ラム。ラム酒だと思います。ただ、ホワイトラムも非常にうまくて、あれ、コーラで割るとすげえうまいんですよね。ね、個人的に。あの、スッキリ感がコーラのやつといい感じに混ぜ合わさってね。キューバリブレにするとすげえうめえですけど。コク5、甘み4、香り5。おすすめ5です。これうまい。うん。ただ、これはストレートに飲む分、にはうまいと思うけど、コーラで割るとどうなのかは、ちょっとわかんないですね。それではご視聴ありがとうございました。